ヨーロッパ、アジア、アフリカの世界7カ国8チームが参加して争われてまいりました 93SBS カップ国際ユースサッカートーナメント。大会はいよいよ最終日を迎えまして、これからチャンポンチームを決めます。ファイナルゲームは始まろうとしています。県営草薙競技場です。今年の大会、久々に日本勢同士の対決ということになりました。この見どころたっぷりのこのファイナルゲーム、放送席には解説として十秒岩田スーパーバイザーの杉山隆一さんを迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、この SBS カップも今年で17回目を迎えるわけなんですが、昨年はレアドマドリードが非常にこう強いなという印象を与えたんですけども、今年は久々にこう日本勢同士ということで、杉山さん、この日本ユースと県選抜予想されましたか？いや、ちょっと想像がつかなかったですね。日本ユースがですね、グループ分けの時のマドリッドのグループですのでね、はい、まあ、昨年優勝したチームで、これはユースにとってはいいチームのグループで、ここで勝ち抜けば将来世界に羽ばたけるね、はい、チーム作りには日本のチームとしてはいいなと、はい、いうふうに思ってましたね。まあ、今日はスタンド本当にファンの方がねたくさん詰めかけていますが、まあ、県勢もたくさん出ますし、こうファンの期待も非常に大きいですね。そうですね。さあ、それでは早速優勝決定戦に勝ち進んだ両チームをご紹介いたします。まず A グループです。ご覧のサンパウロ、モロッコ、ナショナルユース、レアルマドリード、日本ユース、この中から日本ユースが2勝1分け負けなしで1位決勝進出を果たしています。さあ、それでは対レアルマドリード戦、ハイライトシーンをここでご覧いただきましょう。白がレアルマドリード、そしてブルーのユニフォームが日本ユースですが、日本はまず前半大塚からのセンタリング、これを安田がシュートするんですが、このシーンです。これがしかしプレーも左に外してしまいました。両チームとも前半は決定力に欠けまして、前半を0対0で終わっています。そして後半の8分です。今度はイバンがシュートを外しました。ご覧のように前半終わりまして両チーム0対0。ゲームは後半に動きます。9番をつないでチャンスを作ります。そして16番の大塚のコーナーキック、キーパーが落としました。これを9番の安田が押し込んでゴール、1対0。日本ユースがまず先制点をかけ出しました。そしてその20分後です。持ち込んだ大きなシュート、キーパーが弾いてこぼれ球、また安田が思い切りよくシュートを決めまして、これで2点目。結局この試合2対0でレアルマドリードを下した日本ユースチームでした。ご覧のように、日本ユース本当にディフェンスが頑張りました。さて、こうして勝ち上がってきた A ブロックの日本ユース、これに対しまして今度は B グループですが、こちらはアヤックス、ギューテンブルク州選抜、ソウル県高校選抜、ご覧の4チームが予選リーグを戦い抜きました。県選抜がご覧のように白星2つ、こちらも負けなし、勝ち点5で今日の優勝決定戦進出を決めたわけです。さあ、それでは3試合のハイライトシーンをご覧いただきましょう。初戦はオランダアヤックス戦でした。前半の12分、アヤックスがチャンスを使います。この辺の浮き球のこぼれ球の処理、15番フィーレックのゴールでまずアヤックスが先制。この後アヤックスは20分にもう1点加えます。さあ、県選抜2点差をつけられるんですが、反撃に出ます。27分です。この混戦から17番の清水和夫、このゴールが決まって2対1。中央が村田監督です。さあ、後半に入ります。県選抜立ち上がり2分、8番の佐藤のシュート、これはフリーキックからの得点でした。これは素晴らしいゴールでした。これで2対2の同点。さらにその18分後、後半の20分、清水からのパス、8番の佐藤がゲットしまして3対2。これが決勝点になりまして、県選抜が強豪アヤックスを3対2逆転勝ちで下しました。2戦目はドイツリューテンベルギシャン州選抜チームナイトゲームでした。まず8番の佐藤がゴール、もうこの日の県高校選抜個人技が冴え渡りました。まず1点先制。さらに14分です。佐藤からのこの浮き球のパス、
右に待っていた11番の林田ボレーシュート、これで2対0、オープン攻撃が冴え渡りました。さらに6分後、20分です。6番の山西からのパスを受けました10番の鈴木、かわしましてゴールキーパーを引きつけまして浮き球で落ち着いてゲット、3対0でニューテンベルギシュン選抜チームを下しています。さあ昨日の第3戦ソウル特別市選抜チーム、後半の13分ですね、県選抜小川がこうしてドリブルで進んでまいります。70メートルラインドリブルで進みました。そして中央林田がゴールを決めまして1対0、先制は県選抜でした。この後韓国が同点に追いつくんですが、さらにその後このシュート、14番イ・ヒョンバンのシュート、2対1韓国が逆転します。しかし昨日の県選抜はよく粘りました。38分です。もうゲーム終了直前、8番佐藤の左からのセンタリング、これを加藤が落ち着いてヘディングで決めましてゴール2対2。県選抜は本当に粘りました。韓国と引き分けて決勝進出を決めています。さあこういった両チーム日本勢同士の対決となった今年の SBS カップなんですが、両チームイレブン姿にフィールドをすでにフィールドに姿を現しています。右サイドにこれは日本ユースです。左サイド県高校選抜、今前半が始まりました。今日のファイナルゲームです。前半の40分が始まりました。まあそういうことで県選抜と日本ユース、本当にファンにとってはもう見応えたっぷりのこの両チームの対戦ということになったわけなんですが、それでは早速両チームのメンバーをご紹介いたします。まず日本ユースです。ゴールキーパー長身192センチの新谷、ディフェンダーが3番の田中、6番中島、12番の菅原、ミッドフィールダーが7番の山田、2番大森、8番久保田、10番の伊藤すぐる、そしてもう一人16番が大塚、ツートップのフォワード陣9番が安永、11番が大木です。一方の県高校選抜です。ゴールキーパーキャプテンの川口、ディフェンダーが3番の鈴木悟、4番小川、7番の市野、中盤が5番の加藤、6番山西、8番の佐藤幸彦、10番の鈴木則明、11番の林田、そして2トップを敷きますが9番の伊藤渉と17番の清水和夫です。という両チームのスターティングイレブンですが、このブルーと白のユニフォームが日本ユース、そして上下白が県高校選抜です。立ち上がり1分台の攻防は日本ユースが県選抜陣内に入り込んで攻めていますが、これは逆襲になります県選抜。さて、杉山さん、はい、まあ、本当に見どころの多いこの決勝対決となったんですが、まず両チームの攻防ですね、はい、今日は見どころはどの辺に置かれますか。そうですね、静岡選抜の方もですね、日本ユースのメンバー大半が静岡の選手が入ってますし、まあ、ある程度そのユースのサッカーっていうのはある程度選抜の方のチームフロントも分かってると思うんですね、そういう意味ではやはり中盤はお互いにこうスペースを狭くしながらプレッシャーを早めにかけていくというところの、やはり中盤の組み立てがどうできるかによってですね、やっぱりゲームの流れは変わってくると思いますね、はい、特にユースの方はですね、経済東高の山田君ですか、非常にサイドバック的なポジションをやっておりますけど、7番の山田右サイド上がってまいります。そうですね、はい、非常に彼のそのオーバーラップのタイミング、個人技の突破、はい、そういうのが非常にありますので、そこらを要注意しないと日本選抜はやられるんじゃないですかね。先発ですね、はいはい、さあチャンスを迎えました、ヘディングシュート、これはかなり左の方に外れていきました。11番この人が大木一智です。南岩高校の3年です。ご覧いただきましょう、今右サイドからの折り返しでした。まあ、確かに左右の揺さぶり、これは両チームとってもやはり要注意の攻め方ですよね。そうですね、今までの予選の中でやはり監督も常にやはりサイドオープンということを大半支持しておりますんでね、お互いにそういう意識は持っておると思いますけどね、はい、さあ試合前どんな表情を見せていたんでしょうか、早速聞いてみたいと思います。まず日本ユースチームサイド石川陽子アナウンサーです。石川さん、はい、西野監督です。今日は戦術の確認をした、ディフェンスを中心に相手からボールを奪うことに焦点を当てさせたい、この後の国際へ向けてもいろいろな選手を出してアピールの場を与えてやりたいとも言っていました。できて間もないチームでよくここまで勝ち進んできた、伊藤久保田などがよく戦術を理解してくれているので引っ張ってくれるだろうと、
そしていいサッカーをすることはもちろん、今日は勝つことも大事だ。日の丸をつけていることを忘れるな。同じ学校同士でなあなあにならないように、グラウンドに立ったらいつもの友達感覚は忘れて真剣勝負だと念をしていました。以上です。はい、さあこれに対しまして、県高校選抜サイドはどんな情報があるんでしょうか。吉本さんお願いします。はい、お伝えします。今日はですね、午前11時から全体ミーティングを行いまして、日本ユースの攻めのパターンの確認、相手に対してどう守るのではなくて自分たちの守りをどう作るかということをチェックしたんだそうです。まあ、そういうことは受けではなくて攻めのサッカーを展開しようということですね。そして2時前にグラウンドに入りまして、対戦相手の日本ユースの中には6人の県選抜メンバーが入ってたわけなんですけども、負けたくはないと選手口々に言っていました。大石コーチももちろんこの6人が、まあ、注目する選手なんだけども、怪我をさせないよう気をつけたいと気遣いを見せていました。それから今日スターティングメンバーに市野くんが入っておりますよね。普段でしたら吉野くんが入ってるんですが、この藤枝東高校の先輩後輩の関係ということもありまして、吉野くんから市野くんに対しましては県選抜の誇りを忘れるな、こういうふうな指示があったようです。以上です。はい、まあ、日本ユースの方の西野監督、日の丸のその自覚をしなさいという、ね、意味合いもあったんでしょうけども、今シュートが見られました。かなり長いシュート、9番の大塚のシュートが見られました。まあ、これに対して県選抜村田監督、今画面に映っていますが、もう失うものは何もないんだと、とにかく今日は守りから入っていって最後は点に結びつけたい、はい。まあ、慎重ながらももう十分こう闘志あふれる答えが返ってきたんですけどもね。そうですね、その辺のこう立場の違いがこうよく出ていますよね。やっぱりこう A ブロック B ブロックで予選をこうゲーム紹介にいますとですね、やはり日本ユースの方はやっぱり守り失点が1しかないわけで、まあ、非常に守りがこう重要視されているチームだなと、まあ、しかしながらちょっと得点が総得点4点ということでちょっと物足りないんですけどね、3ゲームの中で、はい、逆に静岡選抜は総得点8で失点が4と、ややこうディフェンスにちょっとこう難点があるなというふうにして、ユースとはこうちょっと対照的になってますんで、そうですね、特に県選抜はディフェンスをきっちりと自分たちのサッカーをして、フォワードにはやはりそれだけの技術を持っている選手がいますから、はい、十分この点を取るチャンスあると思いますね。そうですね、はい。まあ、今話に出たんですが、大会前はですね、県選抜の村田監督もどうも県選抜、まあ、県の有力な選手が日本ユースに取られてしまって、はい、前の方の選手にかけるんだけども、これ点取れるのかなと非常に不安になっていたんですがどうしてどうして8点というね、そうですね、はい、素晴らしい得点力をマークしているんですが、まあ、やはり両チームとも言えることなんですが、まずディフェンスから入っていくということをですね、日本ユースの西野監督もおっしゃってました。そうですね、これやっぱり来年のワールドユース予選ですね、はい、それに向けてのまず第一のポイントだと、そういった意味では今日のファイナルゲーム、ディフェンスから入っていかに先ほど杉山さんが言われたそのコンパクトなサッカーができるか、これを試したいということは言っておりました。さて県選抜白いユニフォームが今攻め上がってまいりました。17番です、清水和夫が中央に入ってまいります。まあ、この辺の中盤では非常に両チームともにこうセンスのあるプレイヤーが ね、 そうですね、配置されていますよね。たまに戦術は高いですからね、非常に中盤からチェックが早いですね、はい。ブルーのユニフォームが日本ユースですが、大木がちょっと下がりましてボールを掴んでいます。そして左に振りました。いい形です。2番の大森が上がってまいります。南川高校左利きのテクニシャン、そしてこの人が久保田、神戸弘陵高校。ボールが回っています。日本ユース最後尾菅原から、これを奪い取りました。まあ、こういった後の展開を県選抜村田監督もとにかくスペースを思い切り使うようにという話をしていたんですが、そうですね、非常にそういう意味ではお互いにこの中盤を5人にして中盤を数的優位で保とうというような感じで狙っておりますね。そうですね、システムとしては両チームとも 3-5-2 システム、まあ、中盤が5人配置しているわけなんですけども、まあ、その辺の中でも日本ユースでは10番の伊藤、16番の大塚、この辺りの、まあ、オフェンシブな動きですよね。そうですね、この辺が一つ鍵になりますし、はい、選手自身がそのシステムをですね、よく理解して、ミッドフィールダーの引き気味とか、サイドバックがオーバーラップと、はい、そういう点をこう有効にやっぱり使うということが大事ですね。そうですね。さあ長いボール、天台に選手が寄っていきますが、クリアした。さあこのままシュートすればゴールゲット、ヘルミングを押し込んだ。先制点が県高校選抜17番清水和夫、前半の8分、村田監督も笑みが漏れます。よく諦めずに清水が、そうですね、はい、飛び込んでいきました。
ちょうどアヤックス戦の同点シュートに、1点目のシュートに近いものがあるんですが、ちょっとキーパーが軽率だったですね、はい、最後も体全体で押し込んだ感じがね、はい、そうですね、ここはやっぱりヘディングでクリアですね、キーパーがですね、はーはーはー、はい、そうすればあのセーフティーファーストで、よく諦めないで体張りましたね。そうですね、はい、まあ、新たにも足でね、前にクリアした、ね、しようとしたんですが、ちょっとミスキックになりましたね、はい、まあ、これで面白くなるんじゃないですかね。そうですね、はい、まず県高校選抜が前半の8分、浜田高校の清水和夫の体で押し込むような先制シュート、これが決まって1対0ゲームをリードいたします。さあ、こうなりますと日本ユースとしても、いや、俺たちの方がやっぱり日の丸がねあるんだということで、そうですね、いい意味でこうね、はい、挑戦者、いいプライドをね、持ってこう自分たちの力を出せばですね、おのずからやっぱ力の差はあると思うんですが、まあ、ユースの方は、ユースの方は勝たなきゃいけないというね、目に見えないプレッシャーがあると思うんですが、県選抜の方はもう伸び伸びと思いたね、思い切ってやるということで、とにかく今年の日本ユース、西野監督、まあ、来年の5月に行われます、ワールドユースのアジア一次予選、これに向けての今日、まあ、通過点であるということなんですが、先ほどのレポートにもあったんですが、まあ、勝てることなら勝ちたい、はい、しかし今日はいろんなことをこうディフェンスから入って、まあ、攻めにつながるという、その辺のことを十分にチェックした上でやはり勝利をもぎ取りたいと、そうですね、こういう話でしたけど、またチャンスが生まれてまいります、日本ユース。あ、よく4番がディフェンスに入りました、はい、今日はあの選手得点してますんでね、ディフェンダーもこう忠実なこう厳しいチェックをしてますね、はい、4番の小川雅美です、清少の3年、まあ、先ほどのレポートにありました県選抜は今日は、吉野が怪我のために先発から外れております。7番の市野が左サイド、したがってスイーパーには4番の小川が入っています。リターンをもらいます、左サイド、中島、国見高校3年、この辺は県選抜もよく落ち着いています。まあ、あの時間はあの早めに1点を食らいましたけど、まだ焦ることはないわけですから、やはりあのユースも気持ちをやはりこうもうちょっとこう慌てずにですね、やっぱりこうユースの言われた指示のサッカーをやれば、もっともっとこういい内容に盛り上がってくると思うんですがね、はい、ただ気持ちの上でこう1点取られてしまったということで焦りで前へ前へといかないようにですね、やはり中盤をよく組み立てるということが大事じゃないですかね、はい、さあ、今度は白のユニフォーム県選抜がボールをつなぎます。左サイド、山西から一気に前線に清水が得意のスピードを生かしましてボールに寄っていったんですが、ファールがありました。この人が清水和夫です。先制点を叩き出しました。アヤックス戦でも1得点をマークしています。なかなかにドリブルに突破には魅力があります。さあ、フリーキックは日本ユース、8番は久保田です。いや、下がり目に1点ですが、このボールを奪い取りました県選抜。さあ、この人が鈴木のりあき、出し合いと、林田には通らない、もう一度清水、あ、いい上がりですね、斉藤さん。そうですね、はい、そして林田どうするんでしょう、一旦ちょっと下げます。最後まで清水が追っていったんですが、ゴールラインはあります。今もサイドバックからのこう上がりがね、チャンスを生んでますよね、はい、あそこはもっと単純にあれですね、あの中に折り返した方がかえってチャンスが生まれるんじゃないかなと。あの逆に県選抜とユースではやはり県選抜の方が非常に中盤を簡単に明確につないでますね、はあはあ、ユースの方がちょっとドリブル、やっぱりそういうものにこう走りすぎているような傾向がありますね。あ、そうですか、はい、まあ、この辺 の, その個人技をどうやってその局面局面で生かすか、非常にやっぱり大事ではあるんですが難しいですよね。そうですね、やはり中盤ではやっぱり簡単にですね、明確にやるのが一番理想論ですけど、はあ、まあ、今回もあの大会に参加しましたレアルマドリードが中盤非常に速いパスワークでもってね、いい状況を作っていったんですが、まあ、これも一つの現代サッカーのね特徴かもしれませんけどもね。佐久さん、はい、吉本さん、あの県選抜サイドですけども、あの村田監督ですね、攻め上がってる時にもっとディフェンスラインを早く上げろという指示を出してますね、はあはあ、まあ、これも試合前に選手に十二分に言ったんですが、さあチャンスになりますか、振り向いてシュートに至れるか、9番の安田が、ファールがあります。
ペナルティーエリアの外側だったんですが、あ、イエローカードが出されました。4番の小川に対しましてイエローカード、やはりちょっと危ない状況でしたかね、あれは。まあ、ちょっと、まあ、我々から見るとですね、はい、まあ、イエローかなと、まあ、これはやむを得ないですけどね、右足で引っ掛けてしまいました。そうですね、決して後ろからのこう厳しいファールであればね、これはもう危険なプレーですから。さあ、ゴールキーパーは川内キャプテン、ちょうどゴール正面、まあ、非常に直接狙える位置ですね。そうですね。さあ、どういうプレーか。16番は大塚、壁の上か、シュート、10番の伊藤優のシュート、直接狙いましたね。そうですね、鋭いキックだったんですけどね、ちょっと30センチか40センチ高かったですね。まあ、最近はですね、まあ、J リーグでもこういったシュートシーンが何回もこう出てまいりますんで、あれ見てますと県選抜高校レベルでも皆さん非常にやっぱレベルが上がってまいりましたね。上がってますね。やっぱりそういうキックの練習も相当やってると思うんですね。はい、やっぱりこうプロのリーグのゲームを見て、やっぱりそういうもののイメージがあるんじゃないですかね。はい、そうでしょうね。県選抜10番は鈴木のりあき、直接前に出しました。いいですね、積極的にね、はい、ミドルシュート。ご覧のように小柄なんですが、なかなかにセンスあふれます。そうですね。彼は学園の、ね、静岡学園の3年、はい、非常にこうセンスがありますね。まあ、ちょっと今大会入りまして左足の甲を痛めていたんですが、今日は元気に登場しました。今大会得点1位、鈴木のりあきの今のシュートが見られています。さて、こちらがゴールキーパーの新谷です。まあ、この人もサッカーでは珍しい富山県の出身でね、はい、192センチという長身を買われて、まあ、ユースに入ってきたんですが、そこに恵まれたらですね。そうですね。今日は1点失っています。さあ、また県選抜、はい、中央に2月に林が打ってください。どうしますか、シュート、右に切れた。惜しかったですね。今ちょっとこうね、ワントラップあったんですがね、ワントラップした時にですね、やはり次のプレーにこう立ち触るようなワンタッチコントロールじゃないです。とりあえず止めてと、それでシュートかどうなのかとか、まあ、パスを考えてますね。僕は距離だったらもう思い切ってシュートとしてほしいですね。あ、そうですか。はい、まあ、この人もなかなかね、ドリブル突破なんか魅力ですよね。昨日のゲームですか、韓国のゲームの非常にね、サイドを打って、スピードもありますから、あ、そういえば小川からね、左から受けてシュート決めたんですが、今大会2得点の林田、シュートがありました。まあ、そういったことで県選抜、そして日本ユースにも県勢が6人ですが、本当にこうタレントあふれるプレーヤーたちがこの優勝決定戦に参加しています。今年の SBS カップ国際ユースサッカートーナメント、また日本ユースがボールをキープ。久保田、左サイドスペースを使います。2番の大森が走っていきますが、まあ、この辺、はい、全体見てますと、やはりボールを持っていない選手がもうちょっともらう動き、そういうのがやっぱりもうちょっとユースの方は欲しいですね。ああ、そうですか。今度は佐藤幸彦、県高校選抜。ああ、いいボールが出ましたね。左サイド上がっていきます。こちらには2枚選手が待っている。そして9番の伊藤渡に当たったんですが、コントロールミスがありました。なかなか今のはしかしいい攻めパターンですね。はい、早い展開で、伊藤渡スローインです。鈴木のりあき、また清水に、清水抜いた、抜いた、倒されます。この辺はかなりこの清水も得意なプレーとしているようですね。そうですね、やっぱりユースに劣らず静岡選抜の選手はやはり個人がありますから、はあはあ、迂闊にやっぱりユースのディフェンダーもこういけないんですね。ああ、そうですか。さあ、ご覧の位置なんですが、フリーキックのチャンスを得ます。左ちょっと角度はないんですが、やはりこれユースの方は気をつけなきゃいけないですね。そうですね、直接にも狙える、まあ、やや、ね、角度としては少ないかもしれませんが、十分狙える位置ですね。はい、この人は佐藤です。もうフリーキックは大の得意にしています。さあ、どう攻めますか。直接狙った、これは壁には当たっておりません。佐藤幸彦、清水商業のまだ2年生です。今のプレーです。これも壁の上からちょっとカーブをかけたかったんでしょうかね。そうですね、かけたかったんですけどね、ちょっと
しかし積極的なシュートでピンチにはなりませんから。そうですね、はいはい、どうでしょうか。ここまで間もなく前半20分になろうとしてるんですが、ペースとしては県選抜か、はい、あるいはユースか。県選抜の今リズムでやってますね。はい、はい、非常にはい、あれに淡白にですね、中盤をつないで、センタリングも早めに、はい、結局帰ってユースがこの辺のリズムに合わされてるんですね、うんうん。今の話があったんですが、あ、これオフサイド、8番の佐藤へ渡ったんですが、オフサイド。ちょっと17番のですね、清水くんが戻りがちょっと、清水の戻りですか、はい、そうですね、です8番の佐藤くんはオフサイドではないと思いますけど、あ、そうですか、はい、清水くんがちょっと戻りきれなかったという感じですね。しかしこのあたり本当に今言われたように中盤ポンポンとつないで一気に前線でこうリズムがありますね、はい、そうですね、やはり中盤の選手が飛び出すタイミングが非常にいいですね。今県選抜が前半の8分にまず先制ゴールを決めています。1対0と県選抜リード、盛り上がります今日の草薙球技場。さてこの後ですね、はい、この後の大森から、はい、この後の展開がちょっとね、ユースの方がやっぱ躊躇してますね。あーはー、今も大森から大塚リターンをまた大森がもらおうという ね、意図があったんですが、はい、まあ、できれば左から右へのオープン展開をすれば、ある程度ディフェンダーがこう崩れてくるんですけどね、どうしても左は左、右は右というような攻撃だとワンパターンになりますね、はい、さあ、久保田から前線に、跳ね返します小川、またこれで清水に通るか、通ればチャンス、懸命に戻ります。2番の大森、これは新たに渡りました。今前半の20分が過ぎました。ご覧のように1点リードしています県選抜。この後のサポート、そうですね、はい、で思い切って右の方へ展開していくと理想ですけど、ね、やっぱどうしても縦入って縦に真ん中ですね、はい、あれはまだ逆へ右へ展開してほしいですけどね。あ、イエローカードを組んだ県選抜の3番ですね、はい、今非常に真後ろからね行きますと危険なプレーということで非常に厳しくなっています。まあ、今大会県選抜にしましても日本ユースにしましてもですね、イエローカードを受ける場面がほとんどなかったんですが、やはり今日共に闘志をこうぶつけ合ってますね。そうですね、今やっぱりそういう意識が強いですね、お互いに、本当にこう反則際どいプレーが何回も見受けられます。さあ、フリーキックのチャンス、大森がどうしますか。直接だった、これを跳ね返します。まだ決してユースは焦ることないですから、もうちょっと中盤を大事に早めにこのオープンへ展開して、で早めのセンタリング、そういう意識がもうちょっとあれば崩れると思うんですけどね、はい。まあ、今大会はこの3試合で4得点、やや得点力がこれまでのところないかなという日本ユース。初戦のモロッコ戦は1対0、レアルマドリード、これはいいゲームでした、2対0。そしてサンパウロは1対1の引き分け、2勝1分けでこの優勝決定戦に進んでいます日本ユース。さて県選抜、一気に前線、今日はこういったプレーがよく出てくるんですが、これはしっかり抑えています。ニュース、さあスルーしていって中央だ、さあ狙うかどうか、伊藤すぐる、まだしかしチャンス、今度は右に振っていった、これを跳ね返します。この辺は県選抜も固い。おー、フリーになります。おー、伊藤渡る、懸命に粘っています。このマークの方も一生懸命、12番の菅原、この人が伊藤航です、清翔の3年。今本当にねポーンとこう前線伊藤につながってチャンスかと思ったんですが、この辺は日本のユースもよく粘っています。さあ、まだしかしチャンス、ここでタッチ終わりました。17番の清水和夫、中盤を作ってまいります。伊藤すぐるから右サイドに展開、この10番が日本ユースの伊藤すぐるです。東海大一、なかなかこういったものもうまいものがあります。やはり見えてますね。そうですね、この辺非常に今回、はい、さあセンタリングですが、これはちょっと選手がいません。3番が清翔の田中、ワンツーもらった清水和夫、向こうサイドから
手前には5番の加藤が待っている。ちょっと長すぎましたかね。でも非常にあの県選抜の方が最前線にパスが出た後、中盤の選手の押し上げが非常にあの2人早いですね。その辺をちょっとユースが逆にやらなきゃいけないのを県選抜にやられているということですね。はいはい、そのあたりやはりあの森田監督もね言っていまして、はい、あの中盤そしてディフェンスラインの押し上げ、これは今日できるかが大きなあの鍵になるということでしたけどもね。はい、今のところやはり1点先行できたことによってですね、精神的にこう選手がこう前へ前へと。はい、いう感じが今できてるんじゃないですかね。はは、4番が今日はスイーパーの位置に入っています小川。一気に前線、これはしかし思うように通りません。ここからもうちょっと淡白にやったらいいですね。すぐ最前線ですね。逆にサイドへと出してほしいなと思ってるんですけど、ね、なかなか、はい、選手の方はやっぱり先行されてるか、どうしても前へ焦り的なパスになりますね。そうですね、やはり中央突破って言ったら、そうはね、やっぱりあの県選抜のディフェンダーも結構強いですからね、そう簡単にはあのなかなかスルーパス通らないと思います。はい、11番が大木です。さあもう一度組み立てます日本ユース。この辺の出足でも決して負けてませんね、劣りませんね、県選抜が。はい、上下白がご覧のような県選抜チーム、県高校選抜です。今年の秋の国体の母体になります。18人現在選ばれています。そして何回もお伝えしていますが、今日の日本ユースにも6人の 県内で、一方です。清水がやはり前線に待っている。そうですね、これはもう本当に ね、はい、狙いがいいですね。今は5番のこの人は加藤康明。昨日のソウル戦、素晴らしいヘディングシュート、同点シュート、これが今日の決勝進出の原動力になっています。その加藤がボールをキープ、中央に狙います。はい、どうしますか。スルーを出してもう一度もらって、旗が上がっていません。これは流します。この辺はちょっと遅いんですね。サイドへ出してほしいんですか。あ、出ました。ちょっとサイドへ出るのが遅いですね、パスが。はい、左サイド大森を使うシーンがそれでも結構見られますが、ここで前へ出します。大塚中央センタリング、どうだろう。さあどうか、ボレーに行けない、左足のシュート、正面ワンバウンド、ね、キャプテンの川口がしっかりと抑えました。シュートを放ったのがこの大木。左右両足で打てるというこの大木の今のシーンです。今のは左足でシュートを放ったんですが、川口が抑えられます。さあ倒れました、これを流します。鈴木紀明から左に振って中盤を作っている県選抜。大木にイエローカード、4番の小川が倒されました。この人が小川です。清水商業の3年、なかなかご覧のような体格ですので、ハードなタックルがこの人の売り物です。一番左サイドの方が村田監督です。34歳、現在は沼津学園高校の監督をしていらっしゃいます。中央が大石コーチです。今のプレー見てみましょう。小川のこのボールさばきのところに絡んでいった、これが危険なプレーということですか ね、はい、大きなラフプレーです。さてこれからスローで展開します。県選抜チーム、キャプテンはこの人です。清水商業3年生の川口義和。昨年は日本ユースでこの SBS カップに参加をしていたんですが、今年は県チームのキャプテン。まあ、あの川口にいろいろ話を聞きましてもですね、実はあのインターハイがね8月の上旬にありまして、準決勝であの鹿児島実業に まさかの4点取られた敗退ということ で、ね、はい、だいぶあの帰ってきたばかりは気落ちをしていたんですけどもね、やはりあの今日は決勝に進めたと気を取り直して、なんとか優勝、まあ、自分の誕生日を優勝で飾りたいということを言っていたんですがね。あ、まあ、非常に安定したあのゴールキーパーですのでね、まあ、県ナンバーワンと言っていいでしょう ね、さて日本ユースがバックスでつないでいきます。まあ、そういった意味でも両チームともに負けられない今日の優勝決定戦、久々に日本勢同士の決勝対決、 SBS カップ国際ユースサッカートーナメント。さあ中盤に絡んでいって8番の久保田、この辺のそこからの球出し、ここでゲームを作っていくんですが、
6番に通りません安永に。もうあの安永君もやっぱり静岡清少ですか、はい、もう彼の動きというか長所はやはりあのストッパーのノア君になるんですか、もう非常にあの特徴をつかんでますね、はあはあ、ですから同じ県内同士で何試合か当たってますんでね、チームメイトでもお互いに分かってますね。そうですね。まあ昨日あたりですね、その安永田中あたりはちょっとまあ県選抜清少がこれ多いんでね、はあ、やりづらいなということは確かに言っていたんですが、そうでしょうね、まあシュート攻め込む相手が自分のチームのこのゴールキーパー川口ですからね。そうですね、ちょっと違和感は確かにあるかもしれません、はい、かえって大木君あたりの方がまだわからないわけですから、はいはい、やはり彼もやっぱシュート力もありますしスピードもありますんでね。さてフリーキックからシュート、強引なシュートは正面、はい、おいいシュートです、ね、はい、久保田のシュートです。かなり距離はあったんですがボールがライナーで伸びていきました。見てみましょう。フリーキックから右に振ります。この下が久保田、いいシュートですね。25、6メートルあるんですね、まあ、こういった意表をつくプレーも時には必要になってまいります。さて右サイドを今度上がってまいります。久々右サイドを攻め上がる日本ユース、山田が上がっていったんですが戻されます。ご覧のようにバックスタンド大勢のファンが今日は詰めかけました。たくさん、はい、あのこれは国際ユースサッカートーナメントということで、あの7カ国8チームが集まってたわけなんですけども、やはりお客さんの方もインターナショナルになってきましたね、あの県の国際交流協会の方に伺いましたら、すでにこのスタンドに60人以上の外国の方がお見えになっているんだそうですね。ほうほう。あの中国から静岡大学に留学に見えてます菅浩理さんという方もお見えになってまして、まあ、日本のサッカーも大変レベルが高くて静岡清水この地区は特に高いですね、こういった声を残してスタンドに消えていきました。あ、そうですか。そういえば大会参加のですね、他のチームの面々も今日はメインスタンドの方に陣取りまして、この決勝戦をずっとこう観戦しているわけなんですが、まあ、彼ら一応にあの監督なんかに聞いていましてもですね、はい、非常にあの今年の県選抜そして日本ユースレベルが高いと一応にこう評価の声をね発してるんですよね。そうですね、あの昨年よりはやはりあのレベルが高くなっていると思います。そうですか、はい、決してその来たチームが多少物足りないというふうな見方をする人もいますけどね、はい、さあ9番の安永シュート持ってるか、左足シュート、左足のシュート9番の安永、今右サイド山田でしょうか、そうですね、てね、あのユースの得意なですねサイド、これがやっぱり今初めて出ましたですね、両翼からの中央への折り返し、そして安永の左足シュート、まあインターハイではなかなか得点を上げることができなかった安永、こちらが西野監督です。日本ユースチーム日本協会のナショナルコーチをしていらっしゃいます。その左隣が山本浩二です。まあ、久々に日本ユースの両サイド、今のは右サイドからのため、これがやっぱり必要なんですよね。そうですね、やっぱそういうの数多く、はい、さあここが走ります。伊藤渡るボールを取られました。逆に日本ユース持ち込んでいいボールです。また再び安永、ああ、これちょっとトラップになりました。そうね、気持ちとしては右サイドで振ろうと思ったんですけどね、鈴木紀明左へ展開、この辺からの今日はリズムが、はい、非常にいいんですね。県選抜がいいですね、はい、おっとこれは奪い返しました、ね、さあ山田からこの後のサポートして、はい、安永の左シュートいか、ポスト右側をわずかに外れていきました。場内は歓声かため息かどちらでしょう。ワントラップいたしましてね、あいいですね、今、はい、安永君ですか、これですね、このトラップがですね、もうシュートの体勢のトラップ、これが非常に良かったですね、シュートまでのリズムが早かったと、はあはあ、この予選を通じていろいろ見ますと、やっぱり外国の選手と日本の選手の違いですね、最初の、ワンタッチボールコントロール、特にスペインのあるいはブラジルのそういうその同じユースでも彼らのワンタッチコントロールというのは次のプレーのためのワントラップと、はい、日本の選手の場合を見てますとただ止めると、止めて次に蹴るという時にもう一度パスを
すぐ蹴れないもんですから、もう一度ボールを触ると、それが時間的な、時間的な、相手にも詰める、詰めるチャンスを与えてしまうわけですね。同じコントロールもしっかりしたコントロールはしてるんですが、次へのプレーのためのコントロールと、ただ止めるコントロールという違いがものすごいはっきりしてますね。まあ、あのサッカーとはその予測のスポーツだと言いますけども、その辺のね、次の考えたプレーもトラップの時点でそれしなくちゃいけないわけですね。ですから今ちょうど安永君のね、胸のトラップシュート、これは非常に次はもうシュートというためのコントロールをしてましたんでね、いいプレーですね。いいプレーですね。沢木さん、はい、石川さん、日本ユースサイドですけれども、その安永君ですが、今日はちょっと右足の甲の部分を痛めていまして打撲しています。で、あのこうクッションになるような丸いものを当てながら頑張っているということです。安永宗太郎は清水商業の2年生です。西野監督はこの辺り、まあ、プレーを見てまして、安永にはいいシュートは期待しない、とにかく泥臭い、もう何度もいいからワンタッチ早く相手のゴールに向かってボールを入れてくれればいいんだと、こんな話もね今の安永にはこれを求めたいということです、さてちょっとミスがあって日本ユースディフェンスラインが上がってまいります。中島、国見高校、そして前の選手に合わせます。安永に通らない。そして16番大塚、ああいいプレーシュート、特徴が出ましたね、今大木君の大木のね、あの辺は力強く速いですね。この人です、非常にいい体格をしています。もう一度今のシーン見てみましょう。大塚がここでパスをするんですね。これが速いですね、はい、この瞬間の出方がいいですね、これこれもコントロール良かったですね、次はシュートというコントロールしますね、こちらは南上高校の3年です。さて、県選抜のリズムが出ますかどうか。鈴木則明から一気に前線、これは前線にいます、伊藤渡には通りません。前半35分が手元の時計で過ぎました。1対0です。今日は県選抜が見事な立ち上がりを見せまして、前半の8分に先制ゴールを奪っています。清水和夫、キーパーのクリアミスを体全体で押し込みました。このゴールが生きていまして1対0です。県選抜1点のリード、左へ、さて、はい、左側選手3枚いますが、一番外の選手、大塚、ちょっとコントロールですね、展開としては非常に良かったですね。7番の一度が体を入れました。この人、藤枝東高校の2年生です。この人も長身選手でヘディングが得意としています。さて、しかしコーナーのチャンスです。前半1本目、大塚です。ポストパンチングで川口が逃れる。そして清水和夫に、この後が非常にね、県選抜はしっかりした押し上げ早めにしてますね、はい、その清水には最後手前のサイドで通りませんで、日本ユースにボールが渡ります。今日はなかなかディフェンスラインの押し上げのいい県高校選抜。この出足がいい、はい、いいですね、チャンスになります。これはラインを割っていました ね、はい、非常にあのあのスピード速いですね。安永がやっぱりこういいですね、あの飛び出しが ね、まあ、インターハイで自分の力を発揮できなかった分、この SBS カップでなんとかゴールを決めたいと、こんな話もしていました。今大会は2得点の安永宗太郎です。上下白が県高校選抜。前半37分が過ぎました。残りは2分台となってまいりました、まあ、今年は本当に85年の大会以来の日本勢同士の決勝対決。85年の時には3対0で県選抜が韓国のチョング高校を下しまして優勝を飾っています。まあ、杉山さん、その85年と言いますと、もう今から8年前なんですが、当時のメンバーを見ていますとね、真田ですとか中山ですとか、中山はディフェンダーで出てましてね、そうですね、あとまあ江尻ですとか、例のカズもですね、ジャウーの一員としてこの大会出てましてね、まあ、本当にこう今思えばそうそうたるメンバーが若きね、あの当時のスターの卵としてやっぱ出てたわけですよ ね、それが今 J リーグでね、活躍してますんで、あるいは代表としてですね、やはり静岡県というのはそういう選手がいっぱいいますんでね、才能の宝庫といっても本当にいいですね。ですから、この大会今日出ているこの両チームのイレブンもですね、
やがてはもう明日の J リーガーということを目指してやっぱり頑張ってたわけですよね。そうですね、もう大半がもうそういう目的を持ってるんじゃないですか。こうした国際大会を一戦一戦消化することによってまた力をつけていきます、この日本勢の両チーム。さて県選抜、加藤がちょんと前に出します。清水和夫、おーヒールパス、これはちょっと狙いとしては良かったんですけどね、なかなか清水和夫は今大会好調。この後もうちょっと中あのユースは早めにこう押し上げてほしいんですね、もうちょっとこの辺が間が空きすぎて、あの中盤あたりがちょっとね開いてますか ね、 そうですね、やはりその辺をもうちょっと押し上げないと、この辺をパスパ、あ、もうちょっと正確に、この辺ちょっと物足りないですか。そうですね、ちょっと合わせることないですから、もうちょっと正確に。さあ中島から大森、この中盤というのはもう簡単に正確にということが大事ですから、別にその急ぐことはないですから、ないですね、はい。さあ今度は県選抜、この辺は県選抜の方が焦らずにあのうまくつなぐんですけどね。今は鈴木からのパスがスルーパスが通りません、前線へのフィードパスが清水に通りませんで手前のタッチ。さあほとんど前半も時間がなくなってまいりました。39分台を示しています。1対0です。県選抜がこのまま1点リードで折り返すのかどうか。ちょっとこの強引ですか、ちょっとまあ、バックとしてもその中盤の選手がやっぱり動く質というか量が少ないもんですから、どうしてもその最前線にやっぱり一度出さなきゃならないという状況ですね、もうちょっと中盤の選手がやっぱりもらう動きがないと、なかなか切り崩せないんじゃないですかね。手元の時計で今40分になりました。もうあとはロスタイムです。おそらくこのワンプレーで前半は終わるものと思われます。さあこの前もろかった、しっかりと川口が抑えます。安定してますね、いいですね、ゴールキーパーの川口。ここで今日の主審久野里さんの笛が鳴りまして前半を終了しました。今年の SBS カップ国際ユースサッカートーナメント1対0県選抜がリードしてこれから後半へと向かいます。信州一味噌みこちゃんです。ナスはさっと油で炒め、熱心なファンの方、やはり日本ユース県選抜もう明日のスターたちが揃っていますので、ぜひともこの目の当たりにしたい、そんなファンの願いがここでも見受けられるわけなんですが、さあ放送席にはおなじみの杉山隆一さんをお迎えしました。杉山さん、はい、1対0であの県選抜がリード、シュート数見ましてですね、県選抜が4本で日本ユースが7本、まあ、数はユースの方が上なんですが、県選抜がやっぱり自分たちの戦い方、これまでやっぱりこう徹底してる感じしますよね。そうですね、やっぱりあの予選よりはあの県選抜の方のディフェンダーが非常にあの押し上げも早いし、そういう意味で中盤も押し上げがスムーズにいっているという感じですね、まあ、このあたり村田監督が試合前にあの12分に選手たちに言っていたんですが、まあ、ある程度それが守れているということですかね。そうですね、県選抜の方はその監督の意思通りがこうスムーズにいっているのではないかなと、あえてユースの方がその選手得点をされてしまったんで、ちょっとリズムがこう出にくい形になってますけど、まあ、全般的にはやっぱりこの縦へのスルーパスがちょっと多いなと、もうちょっとあの中盤をしっかり落ち着いて、それでオープンへという展開をすれば、もっともっとユースの特徴が出ると思うんですけどね。そうですか、さあそれではここで前半のその得点シーンをご覧いただきます。チャンスは前半の8分にやってまいりました。この日本ユースのゴールキーパーからのキック、白が県高校選抜です。この長いパスなんですね。そうですね、ちょっとこれ裏に入れました、ユースのディフェンダーがちょっとオフサイドっていう気持ちになってしまったんではないかという感じですね。トラップをかけようと、かなりしかし深い位置で誰もいませんでした、結局こうストッパースイーパーもね、ちょっと追い切れなかったですね。そうですね、この執念で最後体で押し込んだのが清水和夫、なかなかにこう気合いの入ったね。そうですね、先制シュートでした。あの体を入りましたね、やっぱりキーパーがちょっとミスキックと、まあ、ヘディングのクリアをしとけばよかったんではないかなという感じはしますけどね、まあ、今大会これもまでもあったんですが、相手ワンバウンドでポンポンで跳ね返る、キーパーとしてちょっとあの扱いにくいんでしょうけどもね。非常にそうですね、
はい、やっぱりあれだけフォワードがね、はい、体張ってきてますんでね、さあそれではここでもう一度両チームのこれまでの戦績をご覧いただくことにいたします。日本ユースご覧のように初戦モロッコナショナルユースを1対0、2戦目のスペインのレアルマドリード、昨年のチャンピオンだったんですが、これは本当に杉山さん、日本が頑張りましたね。そうですね、前半はやっぱりマドリッドの方も随所にこういい局面あったんですが、ディフェンダーもよく頑張りましたし、そして一つのユースの形がですね、はい、最後まで精神的にも集中力も欠けずにですね、前後半通して自分たちのサッカーをこのゲームはやってましたね。安永が2得点、そして昨日のサンパウロ戦1対1、最後に引き分けに持ち込みました。もうかなり苦労したんですが、最後伊藤のシュートで同点、これが今日の優勝戦進出の原動力となったわけなんです。さあ今度は県高校選抜です。初戦のオランダの強豪アヤックスに対しまして2対3、3対2、逆転勝ち、これも2点先制されましてね、おやっと思ったんですが、よくやっぱ踏ん張りましたね、先発今年はね。やっぱりこの初戦でこの県選抜は次へのゲームがだんだん良くなってきたんじゃないですかね。大きな逆転勝ちでした。そしてドイツ中に3対0、昨日のソウル選抜にも2対2分けまして、今日の決勝進出を決めたわけです。それでは一旦ここでお知らせをご覧いただきます。雨の心配は全くありません。最終優勝決定戦を迎えましたこの今年の SBS カップ国際ユースサッカートーナメント。さあそれではここで今大会のゴールシーンを一挙に集めてみました。ご覧いただきたいと思います。どうぞ。またアヤックスのチャンスを使います。15番シュート、どうか、来ました15番のフィーレックスのシュート、右足シュート、ボールさばきがね、シュートはどうか、ましたね、2点目ボーカー、もうゴールキーパーからポストに使って落として右に出して得点ですからね、はい、このコリスの良さですね。おっと、チャンスが来た、弾いた、さあ中途半端、シュート、ミドルバックの清水和夫、1点返しました。先制が2対1、前半の27分、見てみましょう。素晴らしかったですね。佐藤でしょうか、やはり佐藤です、シュート、後半の立ち上がり早々2分台の同点シュートが見られました。大喜び、今チャンスになった、8番佐藤、ドリブルで進んでシュート、後半の20分、佐藤ゆきひと一気逆転出ます。今ニコルズシュート決まった、素晴らしいパスでした。レアルマドリッド10番目、2番非常にいいチームですね、レアルマドリッドはね。このイーサからイーサが出た、シュートです。コビ・オメガへワントラップしてキーパーが出た、シュート来ました、素晴らしいシュート、ね、この落ち着きですね、今のザレッチを取りました、イースルパスが出た、キーパーで1対1、カウントシュート、1対1、まあ、コーナーキック後半4本目になります。バーポスト、おっとボールを落とした、ちょっと好きなニュースだね。ニュースの大木、大木くんのシュートを防いでね、よく詰めてましたね。住友商業小川持ち上がった、かわした、さあシューティングエンジン入った、折り返した、二丁の早川シュート決まった、先制は昨日の高校選抜林田のシュート、見事に決まりました。後半の12分、さあ韓国です、34分から中にボールが入った、ワントラップしてキム・ジャシンのシュート、ワンのシュート決まりました、同点に追いつきました。韓国16番のソン・ソンバンのシュート、1対1の同点、さあボールが出てしまった、14番シュートを打った、韓国もう一度シュート、逆転の韓国14番のソン・ソンバンのシュート、さあ佐藤です、折り返したゴール前、ヘッドのシュート、ということで、まあ、ゴールというのは本当に泥臭いゴールもファインゴールも確かに素晴らしいなということを実感させてくれます。
さて、先ほど3位決定戦が行われまして、スペインのレアルマドリードが2対0で韓国のソウル特別市高校選抜をご覧のように下しています。ではここでお知らせをご覧いただきます。なくなりました県営草薙球技場。さあ後半はエンドが変わります。こちらが県高校選抜チーム、前半の8分に清水和夫のシュートで1点を先制いたしました。そしてこちらが日本ユース代表チームです。日の丸の自覚を持て、西野監督が話がありました。さあ後半はどんな風にゲームを作ってくるんでしょうか。右サイドに県選抜、左サイドが日本ユース。今日の主審は菊池さん、ラインズマンが久野里さんと小川さん。今後半40分が始まりました。県選抜のキックオフ。さあ杉山さん、先ほど情報もあると思うんですけども、はい、後半今チャンスですがキーパーが抑えます。後半その日本ユースがやっぱり主導権を取るためにはですね、先ほどの話、はい、あくまでも中盤はポンポンとリズムを作っていかなくちゃやっぱりね、そうですね、チャンスが生まれてこないと、はいはい、決して焦ることはないわけですから、やはり本来のユースのサッカーというのをやっぱり支持されてますからね、はい、それをやっぱりチーム選手が全員でやっぱりそれを徹するということはないですね、うん、まあ、その辺の理解というのは十分にできるやっぱりレベルの選手たちですからね。そうですね、まあ、県選抜もそれなりの能力を持ってますからね、はい、あとおっとシュート惜しい、決定的なチャンスですね。大きいですね今のは、はい、そうですね、はい、大きなシュートがありました。後半立ち上がり早々、まずは日本ユースサイドを変えて、一瞬やはりあれですね、県選抜のバックがやっぱりこう後半の開始ということでまだ集中力がほっとこうやっぱり整ってなかったところにやっぱりああいうピンチが招きましたね、はい、いわゆるこのデンジャラスタイムといいますか ね、 そうですね、これからやっぱり集中力を持たなくてはいけないんですが、シュートがありました。さあもう一度ここでメンバーをご紹介しておきます。日本ユースキーパーが新谷です。以下田中、中島、菅原、中盤が山田、大森、15番鈴木が入りました、久保田に変えまして鈴木を入れてまいりました。さあチャンスを迎える、ちょっと見てしまった県選抜ですが、これはクリアします。大きく前線に。もう一度ユースのメンバーです。15番の鈴木信明、清志郎の3年生、そして10番伊藤すぐる、16番大塚、フォワードは安永と大木です。そして、こちらが県選抜ですが、ゴールキーパーキャプテンの川口、以下3番の鈴木、4番小川、7番一野、中盤が5番の加藤、6番山西、8番の佐藤、10番の鈴木則明、そして、小山が入りました。11番の林田に変えまして、昨日の韓国戦で素晴らしい動きを見せました、小山純、藤枝東高校の2年生を後半起用してまいりました、2トップのフォワードは伊藤航と清水和夫です。さてその小山を起用してまいりまして、まあ、この辺でやっぱりちょっとまた違うリズムをというね、そうですね、監督の意図もあるようですけどもね、はい、さて後半は日本ユース長いボールを前線にクロスを上げました。上下白が静岡県高校選抜。山田です。藤枝東の山田、ここで中盤でね、こう無駄なドリブルは避けて、うん、できるだけパスパスをつないで相手をこう、はい、揺さぶるというような感じで、はい、ああいうイージーなね、はい、ね、さて8番通ればチャンス県高校選抜ですが、体を入れました。結局イージーミスパスが多いですね。そうですね、はい、もうちょっと自信を持って、オフサイドがあります。まあ、前半を見てますとちょっとこの前線とバックスラインがこう間ができるかなと長くなってしまうシーンもあったんですが、後半はなんとかその辺を修正してチャンスに結びつけたい、そうですね、日本ユースです。この辺をもうちょっと大事にね、正確につなげば、これもクリアミスですね、ちょっとしたことなんですけど、そういうところにこう割と随所がありますね、ユースの方が。やはり今日杉山さんからも話が出てくるんですが、県選抜に対してやっぱりいいプレーを自分たちのが見せなくちゃいけないっていうね、はい、勝たなきゃいけないという感じのね、選手得点でちょっと焦りのね、気持ちもなきにしもあらずなんですが、勢いにね、つながっているかもしれません、はい、さあ中央に入れます、県選抜ね、これをもう単純にこうパスパスを正確につないでいくという、そういう意味では今までのゲームから見ると
伊藤君に中心にこうパスが全部中盤でつながって、それから展開というふうなのが今までのユースのゲームですけど、今日はあまり伊藤君はあまり触ってませんのでね。あ、そうですね、はい。さて、静岡県高校選抜、中央のスルーパスは前の選手が反応しきれませんでした。そうですね、ちょっと清水君と違うな感覚がズレがありましたね。今はい、石川さんお願いします。こちら日本ユースサイドの、ハーフタイムの表情ですが、ちょっと試合前よりは笑顔が消えていて、この蒸し暑さでの疲れと、まあ、1点取られた悔しさが入り混じっているような表情でしたね。前半だけでもかなりの汗をかいているようで、ドリンクなどを補給していました。さあ、県選抜がチャンスを迎える。8番の佐藤、体を入れますが、リベロの菅原スイーパーです。ちょっと危ないシーンが右サイドで展開されます。ちょっと待ちください。またチャンスです。鈴木のりあき、もうドリブル得意のプレー。もう1枚足りませんでした。ね、はい。どうやらピンチは出しそうです。日本ユース。さあ、石川さんどうぞ。はい。西野監督は戦術はこのままでいけと。山本コーチはディフェンスラインが吸収されているのでラインを崩さないようにということでした。またメンバーチェンジありましたが、スタミナ切れでちょっと疲れている久保田選手に変えまして、サンフィレッチェ広島の森保が目標という鈴木信之選手を入れてきました。以上です。はい。まあ、確かに疲れもあるんでしょうが、まあ、これは五分五分ですからね。そうですね、まあ、いろんなその昨日ゲームでね、また今日決勝ということで、それはきついのは分かります。はい、決勝さん、はい、今度は吉本さん、はい、一方の県選抜ですけども、村田コーチ、やはりディフェンスラインの押し上げの指示を出していました。選手に聞きますと、ディフェンスラインを押し上げるのがちょっと怖いということなんですね。日本ユース代表のフォワード陣の選手がタイミングよく上がってくるので、まあ、怖いということでちょっと躊躇しているようです。ほうほう。そして今日は外れております吉野選手にちょっと聞きましたら、ディフェンスライン引きすぎている、これは新たな前逃れました。はい、どうぞ。はい、ディフェンスラインを引きすぎているがために、まあ、中盤を支配されていると、フォワードからフォアチェックをしていくことが大切ではないか、こういうふうに言ってますね。はい、今日会場には清水エスパルスの望月コーチも来ているんですけどもね、同じようにディフェンスラインのことを最重要課題ということで言ってましたね。はあはあ、それから望月、村田コーチなんですけども、村田監督なんですが、マークの確認、それからパス&ゴーをするようにと言ってます。後半辛抱してチャンスがあれば追加点を挙げたい、こういうふうに言っていました。はい、両チームの情報を今伝えてくれたんですが、やはり村田監督としてはあくまでも前半以上のそのディフェンスの押し上げ、ラインの押し上げ、これやっぱり目指すサッカーだということでね、徹底するようですね。まあ、ディフェンダーからしてみればですね、相手の、まあ、ユースのストライカーが、まあ、確かに伊藤ですとかね、大塚、大きいあたりがね、安永君とかね、突破力があるんで怖いんですが、ディフェンスラインが一統一でいいタイミングで押し上げればですね、はい、オフサイドトラップも取れますから、はい、ただ勝手にこうまばらな押し上げではなくて、やはり意思統一で最終ラインが上がるというふうにすればですね、はい、もっとディフェンス自身も楽になると思いますね。佐藤が右に振ります。加藤から中央、これは菅原がヘディングで返します。しかしなかなかいいリズムで県選抜が今プレーを展開しています。まあ、昨日のソウル選抜戦がやはりちょっとラインを引きすぎましてね、後半ピンチを迎えました。ね、はい、まあ、これが失点にもつながっていったんですが、なかなかこの辺はやっぱり難しいところもあるんでしょうけども ね、意思統一がされないとやっぱりこれはできませんね。そうです、この辺がね、やっぱ不安だろうという感じ。さて、久々に日本ユースです。10番の伊藤優、このチームのやはり中心になる選手。4番のこの人、小川がここまで上がって、ついてまいりました。まあ、県選抜も非常にユースの方の山田君なり伊藤君のコンビネーションでオープン攻撃というのが特徴というのはよく理解してますので、はい、その辺はやっぱりもう密着までね、はい、ついてますね。これは今のは山西が手前のタッチに蹴返しました。この人が山西です。清水東高校の選手、なかなかパスのうまさがこの人の持ち味。まあ、本当にこうやって見てますと県選抜起用賞が確かに多いんですが、藤枝東、浜田、清水東と、もう本当サッカーの名門校、これ日本ユースにも言えることなんですが、はい、やはりこう一人一人の能力のやっぱ高さというのは高いですね。はい、決してユースとそんなに引きを取らないぐらい技術、戦術ありますから。そうですね。さあ、これはチャンス、長身のディフェンダー陣が跳ね返す県選抜。まだボールをキープです。上が青いユニフォームが日本ユース、スイーパーの菅原、
そして右サイド大塚、いや右サイド中島、結局この辺でこうイージーミスがね、出てしまうんでうまく繋がらないから最終ラインを崩せないんですね。どうしますか、左サイドを作りますか。あ、これはパスミスですね。あれがやはり正確にね繋がると面白いんですが、どうも後半ここまではまだこう攻めあぐんでるような日本ユースです。そうですね、やはり中盤のパスがちょっと内容が悪いですね、でどうしてもユースのリズムが出にくいですね。とにかくディフェンスは計算できるんで、その後のプレーをなんとか、まあ、来年に向けて一つ育て上げていきたいという西野監督の話もあったんですが、これも結局ちょっとしたことなんですけどね、ああいうところはやっぱり経験だと鋭いですね。さあ、シュートまで持っていきますか。伊藤航です、9番県高校選抜。そして向こうサイドは大森、いや12番の菅原。スローで右に持っていきまして、伊藤すぐる東海大臣、このチームのゲームメーカーです。そしてこの下が国見の中島、縦に前に出します、大きに通った、苦しい体勢からパスをします日本ユース。そして山田、7番の山田、藤枝東、やはりあのこの辺高校選抜のプレッシャーがこうきついですね。そうですね、ね、あの非常にあの中盤で最終ラインがあの厳しいマークしてますんで、ね、そうですね、はい、なかなかこう思うようなところにパスが通りません。結局これをやっぱり切り崩すというのはやっぱりダイレクトパスが欲しいんですね、はい、結局個人の能力がありますんで、個人技個人技でこう打開していこうとするから、はい、その分だけなかなか最終ラインが崩れないんですね、はい、さあ今度は通りますか。10番の伊藤すぐる、右サイドに1人選手が走っていきます。そして7番の山田のシュートも持っていくが、ボールが点々としてゴールラインを割ります。これまたホイッスル、かなり痛そうですと山田ですね、今シュートに入ろうとした。非常に伊藤君からね、山田君 のオーバーラップのシュートの中まで体勢がいきましたね。見てみましょう、これ非常に鋭かったんですね、はい、あーキーパーと接触しましたか ねペナルティエリア内なんですが、まあ、スローモーションで見る限りはね、キーパー何もしてないというかね、シュートした後接触してますけどね、はい、まあ、この辺は、ね、微妙なところですから、しかし PK のチャンスを得ました日本ユース。これはもう本当に大事なチャンス。そうですね、ここは正確に決めなくてはなりません。さあ川口が仁王立ち、伊藤のシュート決まった、これはもうゴールインです。後半の12分、東海第一伊藤すぐる見事に決めました。1対1の同点に追いつきました。今の PK の場面、右には反応していたんですが、やはりシュートにはいいものがありました。もう一度、これでユースの方はちょっと気持ちの上で落ち着いてくるんじゃないですかね。そうですかね、はい、落ち着いてまいりましたから、はい、はい、日本ユーススタイルですけれども、先ほど山田選手倒れたときに監督コーチともに立ち上がりました。非常に心配そうだったんですが、今一点入りました。よしよし、これからだという表情でまた座りました。あ、そうですか。一方の県選抜なんですけども、あの1対1に追いつかれてしまいました。しかしここからだと村田監督大きな檄を飛ばしていました、あ、そうですか。まあ、共にあのこれからの大会などを考えますと、こういったあの緊迫したゲーム、拮抗したゲームの中でね、次の点を取る、いかにその気持ち、あるいは戦術面で盛り上げていくか、これは大事になってきますからね。やはりあの取られた方はですね、やっぱショックの気持ちがあるんで、その辺はもう仕方ないんで、やはりあの気持ちの上で切り替えて、まだあの負けてるわけじゃないですからね、これからまたあのスタートという気持ちでいけば大丈夫だと思います。まあ、日本ユースとそれから県高校選抜もともに先のまだまだ あるチームなんです。そういった意味では目的がかなり先に置かなくてはなりません。さあまた日本ユースシュート、これはフレームの左、そうですね、これも非常にあの伊藤君のヘディングでね、走り込んだ大塚ですね、今のは非常にいいねコンビネーションなんですね、やっぱこうリズムがね合い始めてきたんですね。そうですね、スグルがうまく方向を変えまして、この走り込んでのシュート、
っぱりあと正確さというものがね、うん、こう課題ではないかなという気がしますね。今大会のこの予選その他通じてやはりあのいろんな国いろんなあの日本選抜あの県選抜なりユースも最後のこう形はできていながらフィニッシュが非常にこうまずいなという感じを受けますね。あ、そうですか。あのファインゴールもありますけどね、もっともっとあの数多いシュートがあってもおかしくないようなゲームがありましたね。それはあの流れとしてはいいんですけども、最後の決定力という正確さということですか。正確さですね。あ、そうですか。まあ、今のシュート 大塚君のシュートもそうですし、前半ありました大木君のシュートにしても、長安君のシュートもありましたんでね、非常にいいシュートのタイミングでこう形はできてるんですね、枠へ飛ばない、これをもうちょっと頑張ってほしいなって気がしますね。あ、そうですか。はい、まあ、このあたりあのヨーロッパの各ユースチームの監督などにですね、日本チームの印象をいろいろ聞くんですけども、やはりあの非常にゴール前までいい形を作るんだけども、シュートの体勢にいかないし、シュートを放ってもそれがなんかその思いっきりぶつけてないと、こういうことをよく指摘されるんですけども、まあ、かつてはそれが日本の一つの課題ではあったんですが、まあ、徐々にではあるがその辺は解消されてきたと。あのシュートをするというのはやっぱりこの別に力だけじゃなくてですね、やっぱりこう正確にミートするとか、タイミングとか、どうもこう力がねこう 100% 入ったシュートが多すぎるような力みですかね、力みですね、もうちょっと肩に力が入りすぎないように抜いてですね、8割ぐらいの気持ちでリラックスして打てば、いいシュートは飛ぶと思うんですけどね。あ、そうですか。まあそういった中で徐々に日本チームも外国チームとこう互角に渡り合う時代になってまいりました。このユースレベルでは本当にこの SBS カップなど見てましてもね、なんかこう追いついてきたなというのはちょっとあの言っていいか分かりませんけども、やっぱり負けてはないなと。個人的な技術とかですね、戦術はもう十分あのこの国際ユースの中では日本のチームを十分やれてますね。そうですね、さあまた左サイドいい形ができそうだったんですが、3番の一度が向こうサイド警戒します。高木さん、あのこの試合をですね、静岡県サッカー協会の首脳陣も見ているわけなんですけども、やはり同じ静岡県の選手同士の争い見ていてもワクワクするっていう話がありましたね。ほうほう。さあ日本ユース安永でしょうか、シュートがありました。そうですね、結局今の安永君のシュートもですね、止めた時に足元に入ってしまってると、もうちょっと自分の得意なシュートの形にワンタッチコントロールすれば、もっといいシュートが打てたと思うんですけどね、結局足元で止めてしまってシュートとなるとスタンディングシュート、こうなってしまうんですね。ちょっとしたことなんですが、その辺はやっぱり選手が感じて日頃のトレーニングに精を出せば自分の形ができるようになるんじゃないですかね。自分のそういった意味ではそのシュートの形というのはどうなんでしょう、こだわってもいいんでしょうか。僕はいいと思いますけどね。あの昔、まあ、有名な釜本、もう彼はもう右45度左45度得意なですね、自分のシュートの形が、形をありましたね。確かに、それがほとんど そういう形になりますと、もう8割か9割ぐらい枠へ飛んでいくと、そういうそのシュートの練習を毎日200本ぐらい、まあ、そのまで練習でやっぱり作らなくちゃいけない、作らなきゃいけないですね。それもね、まあ、先ほどのレポートにもあったんですが、県協会の皆さんもこう熱心に見ている、まあ、あの当然秋の国体のね、あの母体になるチーム、これ日本ユースに入っている6人と現在の SBS カップの18人24人、これをまた15人に絞らなくちゃいけませんからね。もう非常にこの県選抜の選手もですね、そういうあれがありますから、これは本当にあの迷うような迷いに迷っての選考になりそうですね。これはですから、まあ、県の技術高校部は大変じゃないですかね、選ぶ選考がですね。佐々木さん、やはりあの篠路そういうふうにおっしゃってましたね、15名に絞るというのは難しいということで嬉しい悲鳴を上げているわけなんですけども、あの冗談まがいで静岡県の紅白戦を見ているようなそんな話もありました。そうですか。さてこれは一対一になりました。キーパーが抑えます。10番が倒されました。日本ユースの鈴木信幸、後半から出ているんですが清潮の選手ですが、あーキーパーキャプテンの川口にイエローカードが示されました。そうですね、今笛が鳴った後ね、キーパーが関係ないところにボール蹴ってしまったので、見てみましょうか。安永からちょこんと出まして、この鈴木のヘディングシュート、こちらが西野監督です。日本ユース、あちょっと間ができましたんで、日本ユースの面々はドリンクを口に含んでいますね。ちょっとプレーの方が止まっています。さて
この人が15番鈴木信之です。中盤の底を務めますが、さあフリーキックのチャンスを得ました。ご覧の位置ですので当然ゴールを狙うことになります。ここは杉山さん、どういうふうなプレーが考えられますか？そうですね、やっぱりあの角度としても十分あのコントロールしたシュートがね、伊藤君あたりができればこう両サイドを狙えるし、逆にヘディングの大木君あたりね、安永君も強いですから、多分狙うんじゃないですか。さあ伊藤がスルーして、はい、中島のシュート、うん、これは川口が反応しました、ね、国見の中島のシュート、左足のシュートが見られました。なかなかいいシュートだったんですね、正面だったんですね、フェイントかけましたね、ダミーをかけて左に振ってからのこの中島、はい、完全にもう壁の方は割れていましたんで、はい、いい形のシュートがあったんですが川口が抑えます。先ほどの話もあったんですが、この国体の予選、東海予選が、あ、またイエローカードですね、はい、何かあのこれは日本ニュース、判定に対して何か一言暴言をしたんじゃないですかね、うん、大塚にイエローカード。今日はこれで日本ニュースは3枚目ですね。あ、県選抜が、はい、今大塚は日本ユースですので、県選抜が2枚の日本ユースもこちらも2枚ということです。さて長いボール、これはゴールラインを割ります。東海予選なんですが、8月の21日もう間もなくなんですが、浜松で開催されます。静岡選抜の初戦の相手が三重ということで、まあ、この辺関係者に聞きますと、今年はもう絶対この東海予選はクリアするだろうと、今年もね、まあ、当然本大会との3連覇かかるぐらいですからね、この辺はクリアしてくれなくては困るんですが、まあ、そういった中で県選抜、今日も2年生が5人入っているんですが、まあ、2年生といえどもここはやっぱり十分に自分の能力というのをアピールしたいところですよね。そうですね、こういう時にこそ思い切って自信持ってやるのはね、大事だと思うんですね。山田が上がります。山田がなお上がる、これ一度がつく、あ、これはちょっと弱かった、ね、ちょっと2人に回されましたね、はい、さん、はい、吉本さん、スタンドでは各国の選手がこの戦況を見守っているわけですけどね、そうですね、今日は、はい、あのこの前に行われました3位決定戦で勝ちました、スペインレアルマドリッドのエルナンデス監督、ちょっと話を聞いたんですけどね、静岡県の選抜生では初めて見たと、大変勝とうという力がある、勝とうという勢いが感じられると言ってますね。はあはあ、そして昨夜あの VTR で見たんだそうですけども、13番の小山、そして1番のゴールキーパー川口、この辺りの選手俺は好きだなというふうに言ってました。ああそうですか、はい、まあ、あの残念ながら、あ、またチャンスを迎えます。ドイツでシュート、嘘だか、10番伊藤すぐる、ちょっと競り合いになります。まだボールをキープ、伊藤、伊藤のこのキープ力、さあどうしますか。右に山田が待っています。山田信久、うーん、前線に上げようという狙いがあったんですが、これはかわされます。しかしまだ日本ユースがボールをキープ、最後尾を守ります菅原から一気に前線にパスを出します。この辺なかなかプレーの方が速くなってまいりました ね、 うね、どうでしょうか、徐々に日本ユースもね、はい、自分たちのリズムが、出てまいりました。大塚から山田に下げます。そして安永、安永に通りません。メインスタンドには今のリポートにもあったんですが、スペインレアルマドリード、オランダのアヤックスアムステルダム、さらにはモロッコユース、そして韓国のチームと今大会参加の外国からのイレブンが熱心に、この決勝戦の模様を見ているわけなんですが、まあ、先ほどのエルナンデスの監督の話では川口と小山がいいと、こんな話も出てまいりました。佐々木さん、はい、石川さん、エルナンデス監督なんですが、やはり日本ユースチーム、うちに勝ったチームだからすごいぞと言っていましたね。あ、またイエローカードです、ね、ちょっと選手は確認できなかったんですが、中島でしょうか。今そうですね、6番の、はい、厳しいような雰囲気もありますけどね。そうですかね、はい、今日の主審は菊池さん、
まあ、ゲームの方はまだ均衡が破れません。1対1の同点。後半に入りまして、日本ユースが PK を確実にものにしました。同点に追いつきました。さあ、この後県選抜のやらなくてはいけないことはどういうことでしょうか。としますと、ちょっとユースの方がですね、切り替えが早くなりました。だからマークのチェックも早いですから、はい、その点県選抜の方も動きを決して落とさないように早めなプレーに心がけるというのが大事だと思うんですね。さあ、メンバーチェンジがここで県選抜にあります。はい、9番の伊藤に変えまして15番の岩下を入れてまいりました。はい、村田監督からはディフェンス面をもっと頑張るように、そういう指示がありました。はい、まあ、伊藤渉はトップの選手なんですが、岩下、まあ、昨日などは中盤の底を受け持っていたんですが、そうですね、まあ、彼は非常に中盤のゲームメイク、まあ、東海一子ですかね、はい、非常にいいセンスを持ってますので、ね、はい、ちょっと中盤の選手にこう預ける時間帯がちょっとなくなって、その点ユースの方がやっぱチェックが早くなりましたですね、切り替えが、まあ、その分だけ後半はちょっと違うような形だなという気がしますね、うんうん、そうですか、はい、さて山田です。山田がいいパスを出しました。大塚折り返す、そしてシュート、シュート力安永今言われました、シュート力というシャッターでしたね、感じが、まあ、形としては非常にいい形ですね。これでこのアウトがね、はい、外への出しが良かったですね。いい、惜しいですね。いいリズムなんですが、はい、いいリズムでいい形ですね、はい、この人が安永宗太郎、こちら西野監督笑っておりますけどね。そうですね、この大会もあくまでも通過点と考えたい。もちろん優勝を狙うんだけども、最終目標は来年の、ワールドユースのアジア予選だということを西野監督は繰り返して言っています。まあ、最近このアジア、もちろんJリーグの効果もありまして日本のレベルが上がってるんですが、こうユースレベルでもですね、この一次予選をこう楽々クリアできるようなね、そういったレベルまでやっぱり行ってほしいですね。昨年は1位で1次予選を通過しました。2次予選で敗れているんですが、ワールドユースの1次予選は来年の5月に行われます。そして10月に2次予選があるわけなんです。さあ、新谷からゲームを組み立てて、この人は菅原です。読売ユース佐々木さん、はい、石川さん、先ほどその唯一フローチームのですね、ユースから来ている菅原智選手にお話を伺いましたら、今日は僕が作る綺麗なディフェンスライン、バックスラインを見てくれと、静岡県の人に見てほしいということを話していました。ああ、そうですか。まあ、読売サッカークラブ菅原悟なんですが、非常にこの人やっぱクラブ出身ということで、やっぱり読売ですからサッカーをよく知ってるんですよね。よく知ってますね、ゲームの流れよく読んでますね。よく後ろからコーリングを、まあ、前線の選手に、ね、声をかけまして、ポジションのこの修正などを大きな声で指示を出しています菅原悟。さて、県選抜清水和夫です。そしてルーズを山田が奪い返した。この辺が非常に山田君の反応が早いですね。早いですね、はい、そういう点は非常にこう各選手もね、はい、習ってほしいと思うんですね。右サイドを得意とする山田からチャンスが生まれます。日本ユース、今度は11番に大きい大塚、そしてスペースを使って7番の山田が上がってくる。ボールの持ち方に余裕がありますね。佐藤幸彦がついています。やはりこの時間帯は日本ユースがキープするね、時間が増えてまいりましたね。そうですね、やっぱりその分だけ押し上げチェックが早くなりましたので、できてきたということですね、はい、できてきましたので、県選抜の選手が持ってる余裕が前半よりはなくなってきてますので、はい、最前線にパスが出なくて、そういう感じの状況になってますね。さて、コーナーキック、いや、フリーキックですね。コーナーです、コーナーですか、はい、あ、フリーですね、フリーキックですね。ちょっと山田君に対してのファウルですか。そしてかなりいい位置です。大塚がボールを入れます。パーポストのヘディング、シュートはフレームを外れます。さあ、後半もまもなく30分になろうとしていますが、1対1均衡が破れません。このままいきますと、このファイナルゲームに関しましては前後半の延長戦があります。ここまで1対1の同点が続いています。さて、体を入れます。鈴木悟、しかしなおもユースがチャンス。
が菅原です。12番が菅原悟。ちょっと県選抜の方がですね、動きがちょっと止まり始めましたかね。うん、そうですね。この分だけユースがですね、激しいチェックと動きが出てきましたので、はい、これは大きに通りません。ちょっとパスの卒がちょっと違うような感じですね。さあ今後半の30分になろうとしていますが、残り10分となってまいりました。まあ、選手としては一番苦しいところかもしれませんね。はい、岩下が右振ります。この15番岩下、はい、ね、ヒールキックで中央に、さてチャンスシュート、いいシュートだった。クロスバーの上は5番の加藤康明。昨日のソウル戦での同点シュートはヘディングでした。やはりなかなかこの人もね、前線に参加をしてまいりますんで、なかなかいいシュートですね。相手にとっては要注意。今のは右足のシュートでした。清水商業のまだ2年生です。さあどちらが均衡を破るのか。1対1の同点。リズムとしては徐々に日本ユースペースになってまいりますから、はい、さて真ん中に大きく待っていますが、1人かわして、かわして、なおかわした、うん、あ、川口がこれを抑えました。よー、今ディフェンス頑張りましたね。安永ですね、はい、こういったプレーもできるんですね、安永はね。そうですね、まあ、ちょっと強引な感じだったけどね、ディフェンスメイドついていきましたし、さあこの辺からフォアチェックを仕掛けなくてはならない県選抜。これをかまして中盤を作っていきたい日本ユース。なかなかこの辺の攻防は見応えがあります。おお、取りました。さあこれが変わった小山、惜しいですね。10番、今のは、はいはい、10番のあれですね、そうですね、ですね、はい、8番の方に出したかったんですけどね、はい、ちょっとディフェンダーが、この辺でこうもらう選手が非常に少ないんですね、ユースの方もね、はい、今一つこう立ってますね、立ってますね、まあ、疲れもあるんでしょうけど、でももうこう反応が遅いですね、石王子が。やはり真ん中ではこの小川が頑張っています。前方にクリアしてこのボールを拾いました。この日本ユース、もう一度左に振って中島が上がってきます。6番は中島、ここでホイッスル、後ろから押してしまいましたが、ファールを取られました。中島、非常にこの人もパワフルなプレーが魅力です。とにかく西野監督は中島にはそういったパワフルな荒々しいプレーをまだまだ続けていってほしいという話がありました。さあ徐々に後半の残り時間も今7分台となってまいりました。なんとかこう共に打開を図りたいんですが、ちょっとこう見えてませんね。そうですね、だから県選抜の方も非常に前半と比べますとね、ユースボールになった時にチェックもちょっとこう、間が空き始めましたしね、はあ、この辺でこういう時こそ苦しいんでしょうけど、ディフェンスがこの押し上げてやるっていうところがやっぱり大事だと思うんですね。さてフリーキックのチャンス、山西です。そして佐藤に、おお、これは山田が奪い返した。そうですね、あれが前半ですと簡単にまたサイドバックに落として展開を早くしてましたね、プレーを早く、はい、最近ここちょっと疲れがあるのか、やっぱりその集中力がちょっとあった間になってしまうのか、プレーが遅くなりましたですね、はい、佐々木さん、はい、今フリーキックからラインをつなごうとした山西佐藤のラインなんですけども、この2人は途中交代しました林田含めますとユース候補に上がってたんですよね、はい、ですから今日は日本ユース何としても倒したいというふうに試合前語ってました。あ、そうでしょうね、そこら辺村田監督もね、ユースからこぼれた選手がいるんで、うちの方が気合は当然入ってますという話をしてはいたんですが、同点に追いつかれました県高校選抜。まあ、そういった意地をこの後見せることができるかどうか県高校選抜。ボールは日本ユース、安永へ、
安永飛ばした左に振りたいところですが、うーんとトラップスがありました、はい、県選抜が奪い返して佐藤幸彦から加藤、なかなか前が見えています。そして清水和夫、この辺のサポートが欲しいですね、うん、はい、山西から前にちょっと ね、はい、気持ちが違う、通じなかったですね。この人が山西です。沢木さん、はい、石川さん、日本ユースサイドですが、山本コーチがちょっと立ち上がりまして、これからが大事な時間なんだ、大切に行けという指示を出していました。そうですね、残り5分です。お互いに確かに苦しい時間帯ではあるんですが、とにかく両ベンチともあと1点が欲しい、なんとか打開をしてほしい、そんな気持ちがあるはずです。さあ県選抜は4番のこの小川、スローインから一野に、もう一度小川、今度は長いボールが入ります。この辺は膠着状態が続きます。さあこの後どうもこの辺はパスが通りませんね。そうですね、苦しい時ほどですね、あまり自分でこうボールはあまりこねないというのが大事ですね。やっぱりパスパスということでね、自分の体力を消耗させないようにして、はい、パスでこう切り崩していくということですね。ちょっと今のようなこうちょっとした安易なプレーがやっぱり集中力がちょっと切れ始めてますね、うん、かけてきましたかね、はい、今村田監督の方も立ち上がりました。テクニカルゾーンいっぱいに出まして一声かけたようです。何かこうスタンドのファンの皆さんもね、もう1点なんとかこうファインゴールを見たいなというね、そうですね、そんな期待がね、ちょっとお互いね、この状態ですから、感じられるんですが、こういう時ほどパスを簡単につないでていくというのはとこういい展開になると思うんですけどね、うんうん、さて後方からのロングシュート、これは壁に当たった。今度は清水和夫から中央、早く仕掛けたい。あ、いい形です、はい、鈴木織谷から右サイド、小山、小山陣、小山がドリブルで攻め上がる、うん、取られます。ペナルティーエリアに入ったんですが、ね、今前半と比べるとあの辺は県選抜は前半はもうずっとあの辺を押し上げてましたからね、今ちょっとだいぶ遅れましたね、はい、一転して今度は日本ユース右サイドを駆け上がってまいります。山田信久、頑張らないとダメですよ、一人かわした。山田君はこれいいところですから、中央に、あ、ね、助かりましたね。今まだ日本ユースボール、伊藤菅野、中央にヘディング、シュートは決まりました。勝ち越しは後半の37分、安永壮太郎、2対1、いい時間帯です。残り2分台、貴重な勝ち越し点は日本ユース。まあ伊藤君のいいボールだったんですけど、そうですね、伊藤菅野のこのヘディング良かったですね、アウトカーブのボールを、はい、強烈な、うまく頭で合わせました、はい、これポストに当たってましたね、これはちょっと名キーパー川口君でもうギリギリいっぱいの右サイド、はい、もう一度場面を変えてご覧いただきましょう。見事なこの安永の勝ち越しシュート、ゴールが決まっています。2対1になりました。さあ残り時間帯が1分台、手元の時計では少なくなってまいりました。サッカー、はい、今1点を失ってしまったゴールキーパーの川口くんなんですけども、実は今日18回目の誕生日だったんですよね。そうなんですね、まあ、去年は年上の選手とやっていたんだけども、今年は同い年の選手とやることになりますので、負けるわけにはいかないとこういうふうに語ってたんですよね、残念でした。昨日もそういえばこの川口が、明日は本当に優勝でね、僕の誕生日祝いたいですよと、はい、そうでしょうね、言っていたんですが、勝ち越し点を許してしまいました。さあ2対1、残り少ないチャンス、なんとかものにしたい県選抜、ボールはしかし日本ユース、伊藤卓、またいい形、右サイドがフリーになっています。山田があります。先ほどもこのシーンから決勝点が生まれている。おー、またかわした、小川かわして、ちょっと遠すぎましたが、はい、うまく抜いてますね、リズム、大木が絡んでいきます。対するファールがありました、ファールを誘いました。そうですね、加藤康明、あ、加藤にイエローカード。さあここは県選抜はしのがなくてはなりません。
ほとんど後半も時間がなくなってまいりました。ご覧のように1分ありました。中央に大塚のボレーシュート、これはなりません。さあカウンターイング対県選抜、ボールはタッチはあります。佐藤が懸命にボールに寄っていきました。惜しむなくはタッチを割ってしまいました。さあ時間も刻々となくなってまいりました。果たしてレフリーの菊池さんがどの程度のロスタイムを取っていますか。このままいきますと日本ユースの優勝ということになります、今年の SBS カップ。まあ、最後まで分かりませんからね、県、はい、選抜もやっぱり最後まで頑張るようにね、これやったらしいですね、はい、長いボールが安永に、安永に倒されます。この人安永、さあスローインは県選抜、もう上がっていくらしいになりませんね。そうですね、早、ねはい、い展開で、そうです、どん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 早めの展開でサポート、山西、はい、サポートもだんだん遅れ始めましたね、やっぱり後ろの押し上げ、あ体を入れた大きい、ここでホイッスル、2対1、日本ユースが県高校選抜に逆転勝ちを収めまして、見事に今年の SBS カップを制しました。優勝は日本ユースです。両チームイレブンよくしかし頑張りました。それではここで一旦お知らせをご覧いただきましょう。下味わいエバラ味全量、わーついに見つけた、肉にも野菜にもよく合う幻のタレ。店長お味は、うー店長、うー店長、うまい、さらっとした味わいエバラ味全量。そうか、入りたいか、じゃあちょっと会おうか。自分はまだ若いです、頑張りたいと思います。ボクター、土方さん、新人か、歓迎するぞ。若者の保険、パスポート新選組、第一生命。生きるのなら癌脳卒中心筋梗塞からあなたを守りたい、ニューリードシールド新発売、第一生命。輝く自然の中に少年は何を発見するだろう。地球と生命を守る政教新聞。さあそれでは勝ちました日本ユースの西野監督、どんな気持ちなんでしょうか。石川さんお願いします。はい、西野監督に来ていただきました。本当に優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます、後半、まあ、1対0でリードされて、伊藤君の落ち着いた PK と、そしていいパスが出ましたね、最後ギリギリになって。そうですね、最後はいい形で伊藤が破って、安永ヘディング、いい形で点が取れました。本当にこれから国産に向けても選手たち楽しみなんですけれども、期待なさってますよね。そうですね、これでチーム分かれるんですけども、まあ、当面はみんな国体目指して頑張ると思うので、まあ、精一杯頑張ってます。選手たちに一言何かおっしゃりたいことお願いします。日頃あまり国体経験の少ない選手たちばかりなので、今回でかなり貴重な体験ができたと思うので、自分の通用するプレーだとか、これからやらなきゃいけないプレーだとか分かったと思うんですね。
ですからそういう課題を持って今後、学校帰って頑張ってほしいと思います。どうもありがとうございました。西野監督でした。まあ、ということで、なんかこう胸を撫で下ろしているというようなね、そんな感じも見て取れたんですが、まあ本当にこうぶっつけ本番、あの大会直前にこの合宿に入ったこの日本ユースイレブンなんですが、その割にはやはりあのよく戦いましたね。そうですね、なかなかの個人はそれぞれかなりのレベルがあるんですがね、一つのチームにまとめるっていうのが短期間で難しいんですね。まあこの年代ユースチームですんで、この日本ユースに限らず県選抜、そしてあの今大会あの各国からやってきましたユースチームですね、やはり先を目指したこれからのプレー、これまだまだ期待ができますよね。そうですね、あのこの時点であまり出来上がってしまうとね、あまりこう将来が見える角度が少なくなりますので、まだまだあのそれぞれの選手は十分伸びる時期ですので、日頃の今西野監督が言われた、自分の通用したものと課題というものをよく考えながら今後のトレーニングしてもらえばいいと思いますね。そうですか、はい、ありがとうございました。南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、世界7カ国8チームが参加して争われました今年の SBS カップ国際ユースサッカートーナメント、優勝は日本ユースと決まったわけです。この決勝戦の解説はヤマハ FC ジュビロ磐田のスーパーバイザー杉山雄一さん、チーム情報は石川紀子、そして吉本久志亮アナウンサー、実況担当沢木久夫でお伝えしてまいりました。日本ユースが見事優勝を飾っています。草薙球場からこの辺でお別れいたします。